小西ひろゆきです小西さんのトレンドチェックさあ今日のトレンドはパー有馬記念きたねー有馬記念きたぞさあさあどうするよどうする、えー、今年もいっぱい買いましたけどもうねすごいすごいんだよすごいんだよ有馬記念嬉しくなるよね、えー、いろんな人がいろんなあことを書いてます 書いてるけれども、えー、今まで競馬やってきた中でのまあ名前と名前と機種だね、えー、もう僕はこのもうずらーっと並んだこれ並んだこれを見てまず頭は奇跡奇跡を願おうよね競馬で奇跡を起こそうぜ奇跡が勝って来年コロナもぶっ飛ばせぐらいの気持ちで奇跡だよ奇跡奇跡 君たちにも奇跡が起こりますようにだね奇跡はあ奇跡は6番っつよっ。奇跡6番6番今回はねもうねあの単勝複式3着までに入ればいいなんてことは言わずにもう奇跡を願って3連単行きます3連単というのは1着2着3着入るのを予想です3連服というのは 3頭買っといて1番2番3番どれでもいいっていのは3連覆なんだけど3連単は123頭そのまま入ってくださいってことなのではい1番は奇跡奇跡6です6奇跡奇跡を起こすのには奇跡を起こすこれねスタートがこんな感じで出るぞなんてことがねもう出てるんだよねこれこの通り走るぞスタートは まあ馬のことだからねわからないけれども奇跡がねまっすぐに出ていくタイプと書いてあるよまっすぐに行きたいはい僕の性格それもイノシシ同士だからね馬と関係ないけど奇跡のようにまっすぐ行くんだよまっすぐ行くんだよ、えー、そしてちょっと遅れてラッキーライラックいいねラッキーライラックもラッキーライラックがあとから行く奇跡が行ってラッキーライラックが行って そして次どうわどうするようわみんな悩むよねもう「奇跡ラッキーライラック」もう決めたね「奇跡ラッキーライラック」が7番ねラッキーだもんもうそういう名前を選びたいよね「奇跡が起こってラッキー」みたいなねじゃあ一着奇跡なんですよもう奇跡が来るんですそれはやっぱ奇跡が起こるんだよ年末にそしてその後奇跡に追随した「ラッキー」が来るんだよ 奇跡おかかしいいいいじゃないもう最後有馬記念だからワールド違う奇跡が来てラッキーライラックが来てえー、さあさあ次に何が来るかなうわもう名前の語呂合わせみたいなこれなーこれねー名前前回も勝手ない気がするんだよねこれ名前が好きなんだよなー 1> 1勝ってないんだけどみんな考えて奇跡が起こって奇跡が起こってラッキーが来たらお顔はどうなるうん悲しくなるいや笑顔になるよねスマイルが出るよね来たユーキャンスマイル何も何もついていませんユーキャンスマイルユーキャンスマイル16大外です いいねこれだって語呂合わせになってんだろ奇跡が起こってラッキーが来てそしてねユーキャンスマイルアイキャンアイキャンだけどね <laughs> みんながスマイルになるよっていうことで6 7十6 6 7十6はい3連単ですさあこれどのぐらいつくのかな わかりませんいっぱいついてほしいいっぱいついてほしいけどとにかくいくらつこうが何しようがありまで撮りたい単勝福祉じゃないもう今回3連単だからね3連単だからえー、15時25分発送ですお出かけの方携帯でも見れますしまあね日曜日だからもう3密を避けて家にいましょうよ家にいましょう あはい、ステイホームで3時25分有馬記念は6番7番16番奇跡が起こってみんなにラッキーが来てそして YouCanSmile みんな笑顔になるよというのがコニタンの有馬の予想でございますぜひ6716お楽しみにははいい楽しいぞ今日はありがとう